しゃがむってさ、どうやってやればいいんやろ。ごめんね、ちょっとリンクのドアップになったけど。よっ。おし。回復。いや、回復はいいんやけどさ。回復はいいんやけど。でもこんな感じ絶対ヒントあるはずよね。ピリ辛3回焼き。ピリ辛3回焼き。獣肉とポカポカ草の実。獣肉とポカポカ草の実。ピリ辛3回焼き。でもそれってさ、ピリ辛3回焼き？海の要素なくない？ないよね。てかあのイノシシは現れてくれんのか。弓矢を手に入れたけんさ、もしかしたら遠くからならあれを仕留めれたんじゃないかと思うんやけど、なんかもう二度と現れんような気までしてきた。ね。てか、あれやって、名前にきっとヒントが。あ、怖っ。確実に死ぬやつやん、あれ。ここさ、魚とかゲットできたりする？魚、魚。だって3回焼きって言ってさ、多分山のものが、ん？山のものが獣ですか？ちょっとその辺よくわからんけど。山のものが獣？ああ、もう蝶々なんかに無駄な矢を使ってしまった。あれがちょっと悔やまれるね。この辺に魚おらん？こんな浅いところにおらんか。川か海かないん？この辺。あ、そっか、この辺、ちょっと待って、あの辺にあるんか。こっちの方。地図に映ってる水これ？いや、こんなんじゃ。地図に映ってる水これだな。もしかして今魚？いや、おらんわ。おらんわ。あれ？さっきまでその辺にボコブリンおらん。いつの間にやら通り過ぎとったみたい。こういうのじゃなくってさ、もっとちゃんと魚が泳いでそうな川は、あれか。あれだな。降りていかんといかんのか。あっこまでどうやって降りていくんだ？あっこまでどうやって降りていくんだ？三回焼きやけん。ここ、降りれるか。多分ね、海の要素をプラスしたら作れるはず。はず。この辺から降りていけるかな？飛び降りになる？うえぇ、絶対無理。絶対無理。海とか行けるんこれ。なんか行けんような気がするんやけど。なんか絶好の釣りポイントみたいなの誰か知らん？誰か知らん？山みたいなとこしかないんやけど。どういうことよ。獣肉は獣肉でなんか、イノシシは逃げ去っていくし、きっとあのイノシシから取れるやつやろ。あ、この中の方とかに川通ってなかったっけ？あの辺水じゃない？あ、これ水じゃない？全然違ったわ。影やった。あれ水かな？いや、水かもしれない。違うような気も。いいや、行ってみよう。とりあえず行ってみよう。いかんことには始まらん。よいしょ。よし。ん？あんなところにもボコブリンが。この辺水じゃないの？全然水じゃないわ。何にも水じゃないわ。でもなんかこの辺さ、明らかになんか川が干上がった感じせん？ね、なんとなく。いや、そんなことはどうでもいいんだ。川が干上がった感じとかどうでもいいのに、干上がられたら困るんよ。川ないやん。川とか海とかないやん。何この土地水ないの？水ないの？
どういうこと？どういうことよ。あのボコブリの集落の近くは水なかったんやっけ？あ、なかったんか。なんか動き出しそう。あ、あれ水じゃない。あ、あれそうやって。ただ魚がおるかどうかは未知。あ、宝箱あるんですけど。あ、魚も泳ぎよる。逃げる。どうやって捕まえるん？捕まえれるんかな？これ捕まえれるんかな？なんか、あ、捕まえれた。ハイラルバス。ハイラル全域に住む一般的な魚。そのままでも食べられるが、調理すると回復効果も大きくなる。もう一匹ぐらい行きたいんだけど。あの、ちょっと。あ、早いよ。一匹捕まえれたのがちょっと奇跡的な感じか。うっしゃ、来た。A ボタン連打。A ボタン連打。ね、これってさ、あの、潜れないんでしょうか？あの、潜れないんでしょうか？なんかさ、下にね、違う、加速じゃなくって。こう、下に、くそー、下に行けね。違う。下には行けないの？これ。潜りたいんだけど。あー、溺れた。びっくりした。ゲームオーバーってなるんかと思った。そういえば加速のしすぎはいかんみたいなのなんか書いとったっけな。ダメだな。あれ取れんのかな。あ、もしかして爆弾で干上がらす、干上がらんか。でも一応ほら、魚もう取り終わったけんさ。いや、爆弾の火が消えるだけかな。ちょい待って。止める。あ、これ磁石でさ、あれじゃない？マグネキャッチ。違う違う。これだこれ。出てきた！イエーイ！ちょ待って、ちゃんと置きたい。はっ。やったよ、宝箱の救出成功。すごくない？琥珀、ハイラルで取れる樹脂の化石、琥珀貝。なんか大したもんじゃなかったなぁ。あんなところにわざわざ隠されとるけんさ、すっごい武器出てくるかと思った。ちょっとだけ残念。でもこれでさ、ちょっと試してみる価値はあるんじゃない？魚。ね、ね。ふね。あ、獣肉。肝心の獣肉どうしよう。獣なら何でもいいんかな。獣なら何でもいいとしたら、鶏肉じゃいかんのかな。でも獣肉って一応名前がついてるってことは獣肉じゃないといかんのやろうか。まあ、とりあえずね。とりあえず試します。とりあえず試してみます。もしかしてこの辺魚おったんやねん。私あん、いや、おらんか。さすがにこんなただの水たまりみたいなとこにはおらんか。じゃあとりあえずこれを、なんかあっこめっちゃでっかい蜂蜜？蜂蜜が取れる？あれ。ちょい待ってね。とりあえずボコブリンたちをボコボコにしといてから、ごめんね、なんか作戦会議しよるかもしれんけど。すげえ、武器を手に取った。ねえ、ちょっと、私をやっつける算段でも立てよったんかもしれんけれども。ああ、まだやっつけれてなかった？やっつけさせていただいて。うん、まだやっつけてないな、あいつ。それ燃えてるよ、大丈夫？え？ね、これあれじゃない？なになになに、なんかめっちゃ風が。え、すげえ、なんかこの辺一体燃えたんだけど。燃えたんだけど。え、なんか山火事みたいなの起こらん？ほんで、この、いや、やべえ、蜂をやっつけんといかんのね。て、た、くそ。お、追い払えた？ふぅ、やったね。やったねはいいんやけど。とりあえず武器をしまって、よいしょ。そして、
頑張り蜂の蜂蜜、巣から取れる蜂蜜は栄養満点。その高栄養価により、隠し味として使った料理は頑張りゲージ回復の効果を持つ。ほうほう。よし。なんかいろいろと、とりあえず知らんもんは、全部手に入れていきたい。ね。あとはまあ回復アイテム大事やけん、回復系のものも、いっぱい、拾いつつ。もうなんもないんか。てか矢がさ、なくなったんやけども、矢はどこで補充できるの？もうあれか？え、なに？今なんか通ったよね？イノシシ？またしても。なんかボコブリンから、取るしかないんかな？さっきから何がバタバタ言ってんの怖いんだけど。超絶怖いんだけど、何の煙よ。ねえ、なんか走りよる音聞こえるよね。怖いわー。怖いわー。とりあえずこれで。さあ。どうやって作るんかな？やっぱりアイテム欄を開いてってやつ？ポカポカ草の実。このまま食べたらいかんよね。手に持つ？あ、何個か手に持てるらしい。ということで、鶏肉は、これか。そして、ハイラルバス。ああ、なんか料理しますって感じする。これで？おお、料理！なんか超適当な感じやけど。あ、踊りよる食材が。おっ、できた！ピリ辛3回焼き、厳しい寒さに耐えられる、体感効果レベル1。新鮮な肉や魚をこんがりと焼き上げたボリューム満点の料理。なんか超ぐしゃぐしゃな感じやけど。作った料理はポーチ画面からレシピを開くことや必要な素材を確認することができる。ねえ、おじいさんできたよ。料理してみたよ。ピリ辛3回焼き。お主それは。わしの考案した究極の料理、ピリ辛3回焼きではないか。お主、どうしてそれを。いや、それよりそのレシピは。教えてあげようじゃないか。上から。ほうほう。そうじゃった。ハイラルバスを入れるのじゃな。よかろう。お主の料理のセンスを認めて、この防寒着を進呈しよう。やった。防寒着、寒さガード。山で暮らす人々が愛用する暖かい服。丈夫な生地で作られた服と分厚い手袋が体の熱を逃がさない。それさえ着れば、大抵の寒さに与えられるぞ。わしはこのピリ辛3回焼きのレシピがあれば、防寒着の助けなど必要ないがな。やったー、これでやっと、ちょっと一旦休ませてもらうね、おじいさん。もう気軽に使うけど、体力少ないんだ。おし。さあ、よく寝た。おじいさん、防寒着ありがとうね。ってことで、私は旅立ちます。防寒着に着替えた方がいいんかな？普通の土地やったらあれかな？防寒着暑いんかな？ちょっとその辺よくわからんけん。置いとこ。ふぅ、鶏肉でよかったっぽい。獣ならよかったんよね。獣肉って並んでも。ってことで次に目指すは、なんか上の方やったよね。こっちの方向、この辺、こっちの方向で合っとると思うんやけど。なんか上の方の寒いとこ。上の方の寒いとこ。超曖昧な感じ。あー、これでやっと目指せれる。ん？なんか光っとった今。どんぐりや、どんぐり。ん？足音が聞こえた気がしたけど気のせいか。あの辺のやつとかもなんか動き出さんかな。なんかその辺のガラクタみたいなの全部動き出しそうな気がしてしょうがない。こっちの方向か。あれか。ん？あれやっけ？時の神殿跡、なんか違うとこに入ってきたよ。時の神殿に来ちゃった。時の神殿に来てしまったよ。ここは、あ、降りれるんか。よかったよかった。ちょっと一瞬降りれんのかと思った。あれ、どこだ？
あれはなんかまた別のものっぽい気がするぞ。そしてあそこになんかボコブリンがいるな。おう、どこだ？時の神殿ってなんか昔のゲームの時に来たな。もう跡地になってしまっとるみたいやけど。おう、危ねえ。とりあえず通り過ぎまーす。なんかお墓みたいに見えるけど、多分何かしらの跡地なんだろう。あそこも時の神殿跡地？あ、なんか光よる。拾えるものはいろいろと拾ってゆきたい。あ、ハイラルだっけ。体力回復は大事よ。ん？やっぱりあれか？なんか方向違うかも。なんか方向違うかもしれない。てか超崖の上なんだけど、私。この辺降りて大丈夫？あ、こっちなら大丈夫かな。なんか超山、お？あれは？イノシシだ、イノシシ。あれ爆弾でやっつけれるんやね。ちょっと待って。これじゃない。リモコン爆弾。違う違う。あ、違うよ。投げる。あ、逃げた。あ、イノシシ。イノシシいっぱいいるんですけど。すぐに逃げるんだな。そりゃ捕まえれないはずだ。くそー。お、イノシシいっぱいいるな。なんか、超草とか撒き散らして。なんかおじいさんいる？おじいさん、今度はこの、あ、弓矢。弓矢持ってる。狩り中？フォッフォッフォ、また会おうだな。何してるの？見てわからんか？わしは狩りをしとるんじゃ。そんなところに立たれたら獲物に気づかれるわ。しゃがんで静かにしてくれないか。しゃがむってさ、どうやってやればいいんやろ。ごめんね、ちょっとリンクのドアップになったけど。あ、なるほど、こうか。すげえ。お、なんか走る音が聞こえたけど、イノシシかな。イノシシいっぱいいるなぁ。てや。やったー、仕留めたー。ごめんね、超騒いでるけど。ほら、やっぱり獣肉って名前がつくのはこっちなんだな。平原や森にいる動物から手に入る肉、そのままでも食べられるが、調理すると美味しさアップでハートの回復量も増える。イェーイ、獣肉ゲットー。あ。ゴブリンの集落発見。ゴブリンの集落発見。よし。この辺、イノシシだらけや。後で獣肉が必要になったらここに来ればよいのね。ん？ここのボコブリンは2匹だけかな。見張りのやつとこいつ。てい。あ、木まで倒しちゃった。ごめんね。あいつは弓を使うのかな？あ、やっぱり？呼ばなくていいんだよ。てい。はっ。てや。上には登ってこないの？君。はっ。あ、キコリの斧が壊れそう。はっ。壊れた。武器が壊れる瞬間の攻撃はダメージ倍増のクリティカルヒット。へぇ。ボコ弓。ちょっと待ってね。旅人の剣。この辺ので十分だよ、君たちなんて。へっ。イェーイ。イェーイ、やった。あれやね、あ、イノシシ巻き込んだの？ごめんね。ごめんねって言いながらもうウキウキと拾うけど。いやー、食料大事よ。よいしょ。こうやって、ボコブリンの集落を制覇していく。オパール。ハイラルで採れる鉱石の一つ。貝殻のように複雑で美しい光を放つ石で、水の力を宿すと言われる。なんか泳ぐのが、
速くなるとかそういう効果ないんかな。なんかありそうな感じするよね。ちなみに、目指す場所はどこだ？あれか。あれだ、あれだ。あっちだ、あっちだ。あ、この辺ちょっと待って。矢が落ちてるから。ちゃんと拾っとかんとね。おこぶりんの角、こんなとこ、あ、あれリスじゃないか？リスも仕留めれるかな？違う、これ。あ、違うって。ちょっと待って。あ、投げちゃった、投げちゃった。くそ。間違えたよ。旅人の剣投げちゃったよ。ち、リスが仕留められるかと思ったのに。その辺にいないかい、リス。っていう、なんかもう別の目的になってきたな。あ、これは？忍び草。主に森や草地に咲く花。夜になるとほのかに光を放つ。料理に使うと静かさを増やす効果が発揮される。てか目的地どうやって上がっていくんだ？こっちか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。